とある二つの超シンプルな条件を見つけるだけ。たったこれだけで今の給料以上の利益を3日間で獲得可能。誰でも簡単に完全再現できる手法を動画を見てくださっているあなただけに特別に紹介します。またこの手法を活用するにあたり設定数値が非常に重要になってきます。受け取り方法に関しましてはこの動画にコメント、そして YouTube チャンネルの登録と高評価、そしてこの動画の概要欄から私の LINE を追加していただき、ゲームとカタカナでキーワードを送ってきてください。あなたにとって有益な情報を最速でお伝えさせていただきます。こんばんは、元銀行員トレーダーのかなこです。この間お友達と2日間お家に引きこもってゲーム合宿をしました。このカップヘッドというスイッチでできるゲームなんですが、知ってる方いらっしゃいますか？マリオみたいな感じで一つずつゲームをクリアしてどん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 いろんな面に進んでいくんですけど、とんでもなく難しいんです。知ってる方いらっしゃいましたら LINE ください。語り合いたいです。お願いします。そして最近こうやっていろいろなゲームをするのにハマっていて、おすすめのゲームがありましたらコメント欄か LINE で教えてください。いつかゲーム配信とかもしてみたいです。はい、では早速本題に入っていきましょう。突然ですが、なかなか勝率が上がらない、取引を始めたばかりでどうしたらいいのかわからない、どの手法を使ったらいいのかわからないといった方、そして全くの初心者の方でも安心してください。今回紹介する手法はとっても簡単に再現ができるので挑戦しやすい手法となっております。そして勝率も 73.2% です。そんな5分足高勝率手法となっているのでとってもおすすめです。そしてこの手法はすでに数名の方が活用されていて、嬉しい結果報告も連日いただいております。今回はその中の1名、コスケさんですね、動画への掲載許可をいただきましたので結果報告を紹介したいと思います。かなこさん、こんばんは、ご無沙汰しております。報告なのですが、先日教えていただいた手法を試しました。やっとこれだというのを見つけた気がします。3日間、しかも仕事終わりなので1日30分くらいで23万とちょっとくらいの利益でした。脱サラできそうです。いつもありがとうございます。これからも嬉しい報告できるように頑張ります。とのことで、まずはコスケさん、結果報告と動画への掲載許可本当にありがとうございました。いつも残業続きでお忙しい中、隙間時間でいろいろな手法を試していただいて、やっとコスケさんに合うものが見つかったようで、私もとっても嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。そして先にお伝えするのですが、この手法を使う上でインジケーターの設定数値っていうのがとっても重要になってきます。ここで適当な数値をパパパッと入力してしまったりとか、誤った数値入力してしまうと今回紹介する手法は成立しなくなってしまうので、こちら必ず注意をしていただきたいです。数値に関しては動画の途中でお話ししますので、ぜひ最後まで動画ご覧いただけたらと思います。はい、それでは早速今回の手法で使用するインジケーターなのですが、すでに画面上には表示されております移動平均線と CCI、 この2つを使用していきます。では早速ですね、移動平均線と CCI、 2つのインジケーターの挿入方法について説明していきます。まず移動平均線を挿入していきましょう。挿入タブからインジケーターを選択、その中のトレンドからムービングアベレージを選択して挿入します。はい、無事に移動平均線挿入することができました。次 CCI ですね、挿入タブからインジケーターを選択、その中のオシレーターを選択し挿入します。はい、こちらも無事に CCI 挿入することができました。それぞれの2つのインジケーターの挿入方法に関してはこちらで以上となります。はい、続いては今回の手法のエントリーポイントですね、説明を早速行っていきましょう。移動平均線と CCI に関しましては推奨が5分なので M5 を選択するようにお願いします。まずハイエントリー条件ですね。エントリー条件は全部で3つ。まず1つ目、 CCI にはこちらの中央の数値が0の場所に横線が引かれております。0ラインって言うんですけど、こちらを主に使用していきたいと思います。この CCI に表示がされている0ラインという横線をハイエントリーの場合だと上に抜ける、下から上に抜けたまま、その抜けた状態で上に抜けたまま価格が確定をするというのが1つ目の条件です。そして2つ目、
下から上に抜けて確定したローソク足です。その一つ手前のローソク足が陽線、つまりは価格が上がったローソク足であるか、こちらが2つ目の条件です。そして3つ目、移動平均線がハイエントリーの場合は下を向いていないこと。この3つが揃ったら下から上に抜けて確定したローソク足の次の足ですねの始め値でエントリーとなります。今回の場合ですとこちらです。ここが条件3つクリアしていて、この赤い縦線が引いてある次足でそれぞれ勝つことができております。では続いてですね、エントリーの説明を行いましょう。こちらもすでに赤の垂直線引いている箇所がエントリーポイントです。ローエントリーもハイエントリーと同じくエントリー条件は3つあります。1つ目はこの CCI のゼロラインを上から下に抜けて、抜けたままその価格が確定。2つ目、上から下に抜けて確定したローソク足の一つ前のローソク足が陰線、つまり価格が下がったローソク足で確定している。移動平均線が上を向いていないことが条件です。そして最後3つ目です。移動平均線が上を向いていないこと。この3つが揃ったら次足の始めでローエントリーです。表示しているチャート内では2つですね、エントリーポイントありました。縦線の次足でエントリーをして無事勝つことができております。かなり高い勝率を出すことができると分かっていただけたかと思います。ぜひ一度この手法を活用して取引を行ってみてはいかがでしょうか。はい、ここまでハイエントリーとローエントリーについてお伝えしましたが、皆様ついてこれてますでしょうか。エントリー方法に関してもとっても簡単ですし、勝率も高い手法ということが伝わったかなと思います。資金をできる限り大切にだけれど確実に増やしていきたいという方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。ただ動画の冒頭でもお伝えさせていただいた通り、設定数値がとっても大切です。たまに適当な数値入力した状態で負けてしまいましたって言ってる方もいらっしゃるんですけれど、やっぱりそのように誤った数値入力してしまうと常に紹介している手法がしなくなってしまうので、そうならないためにも今回紹介している手法の設定数値は私の公式 LINE で共有をしておりますので、概要欄に貼ってあるリンクから私の LINE を追加していただき、今すぐですねキーワードゲームとカタカナで送ってきてください。すぐに数値をお伝えします。手法を進めるにあたりかなり重要な数値なので大きなでお願いします。はい、ということで本日の動画いかがでしたでしょうか。今回紹介した手法以外にも投資やバイナリーに関してわからないことがあれば、そのままにせず概要欄から私の LINE 登録してどんなことでも聞いてきてください。バイナリー以外でのメッセージでも大丈夫です。どしどしお待ちしております。わかんないことをそのままにするっていうことだけは絶対にやめてください。お願いします。一緒に頑張りましょう。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。